埼玉の倍率を見た読者の反応を見ていきます。俺って感情ないからなぁとか言ってたやつの姿か？これが、最近で一番人間味ある埼玉だな。まあ感情が薄れてきてしまってるからなぁ。ろくなヒーローネームつけないし教会潰れてよくない？ハゲってもしかしてそんなに聖人君子ではない？直接ハゲに金渡したのってジェノスだけか。ハゲマジで根が小市民だよね。好き。埼玉って泣く感情ってあったんだな。個性の博士にも肉で買収されてたしな。博士にそんな気はなかったけど。金に執着はあるんだなハゲ。でも金目的になっちゃうのは怖いよな。スーパーの特売日に一喜一憂するくらいだからな。食い逃げもしたしなハゲ。怪人協会でも金塊落としてすごいショック受けてたし。いやショックも受けるかあの量は。何度も世界救ってるしお礼にダイヤの指輪の一つぐらいはもらっても罰は当たらないと思う。俗っぽいけどちゃんと助けを求める声に応えるから。助けを求める声を拾えないのが弱点だけど。なんでハゲはまだ貧乏なんだよ。埼玉のこういうところ大好きだよ。埼玉がこういうシンプルな人助けするの珍しい気がする。ハゲマントに全財産かけます。埼玉先生に全財産かけます。人気とお金には惹かれてしまう埼玉先生ならギャンブルで一攫千金できるのに人助けを選ぶなんてさすがですね先生。なんだかんだで真面目だなハゲ。埼玉めちゃくちゃ感情豊かで笑った。感情死んでる暇なんかないなこれ。埼玉にかけてた人いないのかな。たまたま埼玉の活躍見てたとかで。オッズついてるってことはいたってことだ。ハゲマントって名前だけ見てかけたに66兆言われてみればそうである。ジェノスだな。ずっとかけてる人いると思う。かけ始まったの見るにみんなが向かってるんだなってのが分かってたとかじゃない。終わってなかったらひったくり捕まえた後に向かってただろうし。永久だから別に金には困らないはずだよな今のハゲ。それでもあえて必要最低限の生活に身を置いて生活してるくせにいざ現金ちらつかされると揺らぐのが笑う。竜巻ちゃんにかけてもリターン少ないだろうな。埼玉ってお金欲しい欲はあるのか。ただ貯金したいかなのかな。実際ハゲが金目的化してたら本当にヤバそうだったな。ハゲが29位なのか39位なのかわかんね。ご視聴ありがとうございます。よかったらチャンネル登録お願いします。